どうもバーンです。ですね、こんな風にしてね、サーボステーを作ってみました。サーボマウントとでも称しましょうか、言いましょうか、まあそういうもんですね。でサーボがこれですね。でね、ちょっとはめてみますね。こんな感じになります。どうでしょうね、バッチリじゃないでしょうかね。本当あの厳密なこと言うと、こう平行四辺形にグラグラしてしまうようなね機構ですよこれは。ですけれども、このくらいの力のかかるもんだったらこれで十分なんじゃないかなというふうに思います。でね、この SG90 だったかな、あのマイクロサーボっていう、まあ、大きさ規格があるそのサーボですけれども、このサーボの純正のマウント、純正かどうかちょっと定かではないんですけども、それ用の サーボマウントはアマゾンでも売ってるんですけど、それがね1600円もするんですよ。1個ですよ、1枚1600円もするんですけれども、ホームセンターでね昨日買い揃えた前回の動画の部品を削ってね、そんなねあの盛大なの削り方っていうか、あの大加工っていう方でもないですよ。このね、ハンドグラインダーでこんな風にしてギュッとね、本当はあの軽微な作業でマウントを作ることができそうですね。それでは、こっちの方からねさらに伸びるステーもね、ちょっとこの辺で切らんとあかんんですけども、それはねカメラのホットシューが来てからでないとね、ちょっと切断の場所がわからないんで、一旦この状態で、加工は保留にしておきます。あとは、サーボの配線をちょっとこの辺先ぶった切ってあるんで、ちゃんとの線をつけるであるとか、あとプログラムですね、ちょっと動かしてちょっと戻るというようなプログラムをアルディーノの方で作っていこうと思います。一旦カット。はい、どうもです。組み付けました。こんな感じになりますね。で、特にここですよね、1点でしか支えてないんで、なんていうんですかね、グラグラしてしまう可能性がありますよね。こんなサーボ程度の力だったらね、もう1点でいいとは思うんですけれども、念には念を入れてということで、ネジロック剤をね、かましてみました。充填してみました。であとこのサーボのね、このマウントのネジ、これ M3 というネジですけれども、大きさね、大きさ M3 という大きさのネジですけれども、ここのね見えるかな、サーボのこのアーム、これプラスチックですよね。ここギュッてやってしまうとこのプラスチックすぐめげてしまうようなね、まあ、そんな構造なんでね、これはもうどうしようもないんで、というか、まああえてこうしてあるんでしょう、サーボなんでね、ちょっと遊びを持たせてやるんでしょうね。で、ここでギュッてやってしまうとのここがプラスチックがめげる、でもしっかりとした強度を確保したいということで、ここにネジロック剤を使うっていうのが非常に有効なんじゃないかなと、ここね、ここにネジロック剤を使うのが有効なんじゃないかなと思いました。あとはこの隙間とかもほんまはネジロック剤やってもいいかもしれないですけど、そこまでやるとちょっと見栄えもね、もう一つになってしまうので、まあこんなとこにしておこうと思います。一旦カット。はい、どうもです。とりあえずこんなんを叩き台にしようと思います。ちょっとピント合ってるかな、こんなんですね。これであとはこのステーをぐにゃって曲げて、でここのクイックシューのところにね、ボールマウント踏ん台とこのステーをね、なんとかしてくっつければいいんじゃないかなというふうに思います。で、この制御なんですけども、この基板、RDE の基板、いつものやつでね、やってます。プログラムはね、もうこんだけです。見えるかな？ああ、光反射してごめんなさい。ちょっとなんとかします。見えるかなこれ。ちょっとピントが合ってなかったらすみませんけれども、もうこんだけのもんです。ただこれはのひな型なんで、これを、実際に YouTube 生放送で動くように、作り変えていかなければいけません。一旦カット。
はい、どうもです。もう一度動作チェックができたんで、配線を開始しました。こちらがアルデュイノレオナルドの基板です。でこちらがあれこれ何だったっけな、あこっちがパンティルト操作を、あ違う違う違う、こっちが、ズーム機構です。ズーム機構を実現するためにこんだけかかるんですね。これステッピングモーターを制御するのに6本の線が必要なんで、それがいってますね。でこちらがパンティルト操作オフするための、アルデュイノですね。でこっちにね、シャッターじゃなかった、フォーカスのねスイッチを、割り当てました。具体的に3番に割り当ててますね。まだまだこっちは余裕がありますね。でこっちとこっち合体もね不可能ではないかと思うんですけどもね、ちょっとね膨大な作業になるんで、もう2台に割り振ってます。プログラムもねもうスパゲッティになっちゃいますし、もう、これはこのままいきたいと思います。で、この上の線、この上の線が、フォーカスを制御するためのサーボ用の線が3本、ベランダの方まで行ってます。ずっと行ってまして、でこっちの方もずっと行ってまして、であちらあちらの方に、この辺ちょいとこうかけてますでしょ。でもうあと準備が整え次第、フォーカスをここでグイッとね、ここでグイッと押す機構を作る予定です。はい、どうもです。カメラのホットシューのマウントアダプターが届きましたよ。もうねノーブランド品ということで、パッケージもね非常に簡略で、こんだけ270数円、やったね、すぐ届きました、ありがとう。で、サーボ、こちらサーボですね。でこの辺で、ぶった切って、これをつないでということをねやっていきます。ネジもあります。はい、どうもです。とりあえずねこんなんができました。多分ねうまくいくんじゃないでしょうかね、カメラに取り付けていきます。はい、どうもです。そうしましたらね、いよいよテストという形でやっていきます。スマホの画面に、コマンドを打ち込んでみます。コマンド F とね打ち込んでみますね。そうしましたところ、さあどうなりますですかね。あ、来ましたね。はい、来ました来ました。これでね、うまいこといけてるような気がします。あとはサーボのこの回転角度、あとそれからこのアームの微調整をねしていって、今多分これシャッターがね押されてる状態だと思うんですね。あとはこのサーボの動く角度、それからアームのねこの状況などを微調整していって、で煮詰めていきたいと思います。デリーキックトゥゴー、デリーキックトゥゴー、チャンネル登録しないでね、ホーバットボタンも押しときな、はぁ、デリーキックトゥゴー、本当は登録してほしいな、グッドボタンポチッとな、はぁ、もしこの動画が面白かったらチャンネル登録お願いね、はぁ、グッドボタンもよろしくね、はい、本当は登録してほし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 い。